おはようございます、こんばんは、バデューです。さあ今日もボーロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。いや、クロプラ戻りましたね。明日かな、アトソ君のクラン、あのヘッキクークランでなんかイベントやるって言ってたね。ちょっと私細かいこと知らないんですけれど、まあ声がかかったら参加するかもしれませんが、まあそれはさておいて、まあそれで、イベントするにはね、クロプラ戻ったんでよかったなって、そんな感じになってますが、まあクロプラが戻ってきて、今のところね、マッチのこのバランスが非常に良くなりました。まあたまたまだと思いますけれど、しばらくやっていくとさ、またさ格差マッチになるのかなと思いますが、今日は一戦だけ見て軽く見ていきますが、そのマッチバランスがかなり良くなったんで、戦っててもね、勝っても負けても結構面白い試合ができてたんで、まあそれを一試合見ていこうかなって感じですね。まあたまたまだと思います。まあ敵味方ね、かなりね均衡してね強かったんで、マウラーもほぼほぼ同じぐらいの数出てきたかな。そんな感じでね、ちょっとこう緊張感が走る試合だったんで、まあ一戦見ていこうかなと思いますけれど、そのマウラーなんですけれど、今今日ねテストサーバー入ろうと思ったんですけど、ちょっと私の環境で入れなくて、確認できてませんけれど、今週先週のテスト、サーバーに比べてですね、このマウラーの毒ショットガンの、ナーフが入ってますね。リバランスということで威力が 10% 減って、バースト間隔が1秒から 1.5 秒になりますって書いてあるんだけど、もともとこいつのバーストって何よって話なんだけれど、なんだろうね、まあちょっとそこはさ確認したくてさ入ろうと思ったんだけれど入れなくて、アンドロイドだけなのか私だけなのか、ちょっとわからないですけれど、まあちょっとそういう情報もありますんでね、マウラーのショットガン強すぎんだろこれっていう人いっぱいいると思いますんで、まあここがね発射間隔がね伸びるのは悪くないかなと思いますね。威力落ちるのもまあまあしょうがないかなと思うけれど、こいつはさ瞬発力の火力なので、発射間隔が伸びると割と面白いかなと思いますね。そういうバランスだと思います。まあ、どっちかっていうとさ、マウラーのアビリティのチャージ時間と、そのあたりのね、ナーフが来るとマウラーもさもう一強だけではいられないので、面白いかなと思うんですけど、そのあたりまだちょっとあんまり大きく手が入ってませんね。で今私の中ではこのファーストデッキよりもね、実はセカンドデッキの方が非常に楽しくてこっちの方が好きなんですけど、今日はこっちの方の楽しい試合もあるにはあるんですが、まあちょっとね尺も関係もあってさ、2本見せると結構長くなっちゃいますんで、まあファーストデッキの方の均衡した試合1試合だけ見ていきたいと思います。まもなくねコンドル と、音響武器、ハウワーだっけな、ハウワーとなんか忘れちゃった。まあいいや、武器が来ますんでね、また来ましたらですね、私の動画の中で、まあ、情報を伝えれればいいかなと思ってますんで、まあ見ててください。それではいきます、よろしく、どうぞ。さあやっていくぞ、バトルモードはビーコンラッシュだ。いや、クロプラ戻ってきましたね。ビーコンラッシュこの、デッドシティを引きました、まあ、初手はジャンプラップですね。クロプラ戻ってからさ、見てこれなんか見ての通りさ、味方にさもう味方強い子、もうビーコン意識も高いじゃん、みんなもう来ない、横っちょ来ないでしょ。なんかねすごいマッチ良くなった。なんで今までこれできないよって、ちょっと打つのやめて、痛いから、ちょっとビーコン踏んでから攻撃するの OK ね。ちょっと踏むまでちょっと避けれねえから勘弁して。俺の足止めるのもやめてくれ、おい、おかしいんだけど。でもまあとにかくね良くなったよ、俺なんで今までできないがって感じ。あれアルティメットスカージ、あれだな、あの子だね、なんだっけ、あのファントム。なんで逃げてっちゃう、これタイマンで勝ってやったら勝てんじゃねえのかな、これ赤ビーフなんで逃げてっちゃったんだろうね。いやさ、敵味方のさマッチがすごく良くなって、見てこの全然こうさ、胃持ってるやつなんかいないでしょ。こういうマッチが面白いんだよな、これね。もう敵味方さ、勝ち負けじゃねえか、勝ち負けじゃねえ、うまい下手じゃねえから、こういうのってさもう本当に運だよ。もうこれちょっとでもちょっとぼっちとかになっちゃったりすると、こうやってさ強襲受けたりするの、もうたまたまこう自陣からさ行こうかと思ったらたまたまちょっと目に入っちゃったみたいなさ、本当にたまたまなんだよね、こういう試合はね。そういうところをさこう連携しながらこう戦っていくところも面白いので、ちょっとぼっちの戦いやってて、あんまりつまんねえなこれ。俺もなんかこうみんなと連携するような戦いに、なんか後ろから来てくれたね、逆に。
こういう感じでさ、これもたまたまだよね。たまたまあのそこに横っちょで湧いたらさ、私とタイマンで戦ってるのが目に見えたんで、じゃあ自分も参戦しようかって、おいちょっとどこ行っちゃったぞ参戦しようかって今解説してる最中、あそっかそっか、後ろのビーコンやられてたからか。あそうね、あのナイスだね、その判断は。俺のところを無視してビーコン守りに行った。こういうさ、なんだろうね、いいね、やっぱりみんな動き、こういうの安心してこう。でもその割にはビーコンされてんな。じゃあ、なんか乗り換えてきたぞこういう乗り換えの判断もみんなうめえから早いぞこれ。あそしたら俺は速攻で逃げていく。オッケーオッケー、もう3ヘイト買って、もうここに沸かせたら俺の勝ちだから。じゃあ、でもやられそうだな。痛い。なんか後ろ当たってる。あ、お前なんだお前、こっそり俺のお前、背後につくとこ。ダメだ、絶対勝てない、この子には。こんな近距離でね、スカージ3本食らったらね、絶対勝てない。まあさ、まあ、アルティメットファントム君はね、通常機体で戦うとするとかなりね厄介なので、もうマウラーで一気に潰すからね。あのこっそり近づくから、こっそり近づくから、ちょっと我慢してくれ、そこの中入ってこい、我慢してくれ。あわー死んだか、よし、俺のところこっそり来てくれたらそこでダンダンっていくぞ、ほら、よし、そして君は死んでいく。あーここになんかアルティメットメンダーとかめんどくせえのがいたぞ足が止められていく。あでも味方もマウラーいっぱい出てきた。よし、こうやって挟んでいくぞ。あこの子うまいな、ナイスタイミングで。あこれあれか、まあでも、ね、マウラー多少のことでやられないから、なんか強さがあった。後ろこっちも走るから、絶対に逃さない。この子やばい、これ。よいしょ、ナイス、ダブルキルいただいていける。これね、今さ、逆転したじゃない、ビーコンこれ。俺の後ろからちょっとびっくりした。すべさん、あれだよ、たまたま敵のさ、ポジションがちょっとさ固まっちゃったりとかしてあれしてるだけでさ、本当に敵味方ね、多分ね均衡バランス取れてんだよね。本当にこういう戦っててもさ、これまだ分かんないからね、キー抜いた瞬間にやられちゃうから、これなのって。敵もさ、うまい子いっぱい揃ってそうだなって。よし、そしてここはあれしてんのか、すげえ頑張ってる。でももうマウラー対マウラーの戦いになっちゃったら、もうここマウラー 3キルから、ここに寄ってきたらみんな やられちゃうぜあみんな分かってるから違うとこ行くね、やっぱりこういうところやっぱりさすがだな。マウラーの影見えたらみんな、でもこっちもさ、こう等間隔でマウラーで攻めていくからさ、向こうもさ、回りようがなくて困ってるよねやっぱこれマウラー 1,2,3,3 いるだろ、こっちマウラーで、こっち俺もこっちからプレッシャーかけていくから、うまいね、やっぱり反撃しながら。でもこっちには2機マウラーいるからね。あーでも阻まれたか、マウラー君。よし、そこでヘイトを買ってもらってる間に俺は、うまい子たちがさマウラー使って、よし、そこで俺が一気に後ろから、あー消えたか、でも大丈夫か、マウラ詰めてたよね。ちょっとあーちょっとこの子あんまい、ね、これさ、こっち側有利不利だから、建物のさ半身打ちができないこっち側不利なので、それなの分かってるからさ、あの子もこっち回ったらやばいと思うから逃げてくる。うまいね、やっぱりみんな。いやこういうのさ戦ってて楽しいよ。あちょっと待った、かぶっちゃった、ごめんはい、俺反対側もごめん、ちょっと立ち位置間違えちゃった。よいしょ、そして裏に回りながら一気に攻め込んでいく。あちょっと後ろ下がれなかった、いや、でも僕で死んでくれたね、ラッキーいやーこれで多分勝ちかな、勝ち勝ったな。敵のマウラ落ちたしさ、よいしょ、でリフレクト反応ナイスだね、タイミング的にナイスだけど、こっちも今アビリティ使ったばっかだからさ、ほとんどダメージ入らない。やっぱマウラーとやっぱりミノスだと機体の差のあれで出ちゃうね。使い方かなり今の子うまかったんですよ、
通だったらあれでもやられてる GG です。いや、やっぱりさ、楽しいよ均衡してる試合はね、楽しい。あー、これ続かねえんだよな。さあ、リダルテ見ていこう。あー、なんか1位でしたね、ラッキー。まあ見ての通りですよ、敵味方さ、バランス取れてるでしょ。なんとなくね、向こうね、9万10万10万5万9万2万だからね、こっち11万11万11万9万6万今、まあ、若干こっちの方が火力あったのかね。まあでもね、それもね、立ち位置によってさ逆転しちゃうから、どっち味方のさ、マウラーがさ一気とかさなんかに囲まれてやられちゃったら、一気にこれね形勢逆転するぐらいさ、そういう均衡してる試合って、そもそもそういうものだからさ、そういうのがね楽しかったですね。こういう試合が長く続くといいなと思いながら、アップで待ちましょうって感じですね。いかがだったでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃねー。